ハッシュリは、ジョージア中部の都市。ジョージアで9番目に、人口の多い市町村であり、ハッシュリ地区の行政中心地となっている。シダカルトリ平野のスラムラガ流域に位置する。海抜は700メートル。ハッシュリの名は、1693年の文献にて、初めて登場する。現代のハッシュリの町は1872年に、小規模な停車場として設立され、カフカス総督。 ミハイル・ニコラエビッチ大公にちなんで、ミハイロボーと名付けられた。1918年に、ハッシュリと改名し、1921年に、都市としての地位が認められた。1928年から1934年までは、ヨシフ・スターリンにちなんで、スタリニ氏として知られた。19世紀にトビリ氏と、ポテを結ぶ鉄道が開通して以降、ハッシュリは徐々に交通結節点としての地位を、 確立していった。ジョージアの著作家スルハンサバ・オルベリアには、自身が編集した辞書において、次のような記述している。ハシュリの北東には、ガリバゲレと呼ばれる、塩気を含んだ故障がある。人々はこの水をリラクゼーションに用いていた。ハシュリという名はもともと、集落のを示しているのではなく、単なる場所の名前であったと考えられている。ハシュリについて言及がある。 最初の歴史的文書は1693年に作成されたザール・アバザゼの名前が記された証書である。この証書は、エレクレイッ世の母エレネディ・アサミゼがザール・アバザゼに対して与えたものである。この証書によると、ザール・アバザゼの先祖はかつて王宮への忠実な奉仕により、証書を与えられていたが、エレネディ・アサミゼはこの証書を更新し、 新たな慈悲を与えたことを読み取ることができる。ジョージアの地理学者で歴史家のバフシティ・バグラティオには著書ジョージア王国の記述の中でハシュリの地理的な位置に関する興味深い情報を述べている。彼はこの著書の中でスラミの水の記述をしており次のように言及している。イオアネ・バグラティオには著書カルトリカフェティの記述においてスラミの水と 峡国の村々に関する説明をしている。この文脈において、ハシュリは、居住村として言及されている。また、ヨアネ・バグラティオには、同時に、1813年から1828年に、編纂した、百科事典、カルマそばにおいても、ハシュリに関する、大きな情報を提供している。ハシュリ駅に展示されている、ジョージア最初の電気機関車、 トビリシポティ間の鉄道建設以降、ハッシュリは成長路線へと入った。1872年から1918年までの間、この町はミハイル・ニコラエビチ大公にちなんでミハイロボと呼ばれた。1921年以降は都市としての地位を維持している。1921年、赤軍のジョージア侵攻においてハッシュリ近郊で激しい戦いが繰り広げられた。 3月4日、赤軍とジョージア民主共和国の軍隊との間の戦闘において、赤軍の先陣部隊およそ3000人から4000人がミハイロボ駅の付近まで接近。3月5日、赤軍はジョージア軍の陣地に向けて攻撃を開始。ジョージア軍は赤軍の攻撃を撃退し、同日夕方に守備部隊が反撃を開始。最終的に赤軍の不評旅団3個と、 騎兵連隊1個が撤退した。このジョージア軍の戦火により、飛びリ死を占領していたソビエト軍の司令官は、和平交渉の実施を決定した。だが3月6日の夜、ジョージア軍のアレクサンドレコニアシビリ少将が、謎の理由によって辞任し、西方へと交代した。これにより、ジョージア軍のギオルギ首に立ゼ最高司令官は、撤退を余儀なくされた。一方、 体制を立て直した赤軍は3月6日のうちに、ハシュリを占領し、ついですらミ水道を奪取した。ハシュリは1921年から1930年まで、ゴリ軍ハシュリ地区の中心地であった。ハシュリの姉妹都市は、次の通り、ありがとうございます。